回は、自宅でできる炭酸シャンプーの作り方を紹介します。はい、まず用意するものは、500ml の空のペットボトルですね。あとは、とても重要な炭酸水、こちらですね。はい、あとは、自分の使っているシャンプーですね。こちらをまず用意していただきます。で、作り方なんですけども、まず空のペットボトルに、50ml の炭酸水を入れてください。もうちょっとですかね。どうですか。はい、で、そこにシャンプーを大体2プッシュぐらい入れます。はい、では蓋を閉めて、これをよく振ってください。シェイシェイ。おお、はい、このように、泡だらけになったら、炭酸シャンプーの出来上がりです。簡単ですね。はい、はい、では髪を濡らした状態からシャンプーをしていきます。その作ったシャンプーをまず手に取ってください。ちょっと押し出すような感じで出す必要があるかもしれないですね。その泡を頭に、そうですね、頭に乗せてマッサージするようにシャンプーします。足りなければそのまま頭に乗せてもいいかもしれないですね。あ、キメの細かい泡が出てます。それで、普通にシャンプーするよりかはマッサージするようにシャンプーするとよりいいかなと思います。マッサージシャンプーっていうのは、ちょっと後ろ向いていただいてちょっとしてもらいますけども、こう揉むような感じですね。頭をこう揉むような感じで洗っていきます。どうですかね、この泡の感じのシャンプー、どうですかね。どうですか。とてもひんやりして気持ちいいです。このように、このように洗っていただいて、流すときも炭酸水で流すとよりいいので、ぜひご家庭でやってみてください。今回は4センチメートル TV をご視聴いただきありがとうございます。この動画がよろしければぜひグッドボタンをお願いします。また運営の励みになりますので、チャンネル登録もお願いいたします。